都営12600型12821編成が公衆輸送されました。JR 貨物は、今月8日から今日10日にかけ、都営12600型12821編成を公衆輸送しました。2022年度としては、初の増備となります。都営12600型は、大江戸線で、2012年に営業運転が開始した車両です。車両は、川崎車両で製造されており、今回の増備は、第22編成目となります。東京都交通局によると、12600型は、2024年度までに、8編成を導入する予定で、2024年度に製造される1編成には、操舵台車を試験導入するということです。これで、7月10日の KAB ニュースを終わります。